My baby don't have to worry. She don't have to rob and steal. My baby don't have to worry. She don't have to rob and steal. 神社仏閣をはじめ観光スポットが目白押しの京都。そんな京都のさらなる魅力に出会うため再発見の旅へ。旅の始まりは京都府庁旧本館。明治37年に建てられたレンガ造りの洋館は昭和46年まで京都府庁本館として実際に使われていました。旧議場の装飾には和のデザインが施され、独特の趣があります。次に訪れたのは京都北部与謝野町のちりめん街道です。丹後ちりめん作りが盛んだった江戸時代、物流の拠点としてにぎわった街道沿いには豪商たちのお屋敷が点在します。レンタサイクルで町を散策していると気になるカフェを見つけました。ボーマンさんご夫婦のお店、カフェトゥーリン。奥様お手製のクリームソーダとドーナツをいただきます。あ、爽やか、美味しい。色合いも可愛いですね、おやつの後は丹後ちりめんの染色体験へ。色を重ねると不思議なグラデーションが浮かび上がります。できました。やっぱりいろんな色を使うと華やかで明るくて楽しくなりますね。続いては海辺の町稲町へ。穏やかな稲湾におよそ230の船屋が立ち並びます。船屋に入ると昭和にタイムスリップしたかのよう。そんな稲で人気の地酒が赤い日本酒、稲満開。色素の成分がポリフェノールとかなんで、ちょっと果実っぽいような。古代米を使ったお酒は飲み口も爽やか。美味しい。お昼は稲湾を一望できる寿司割烹和田摘みへ。近海で採れた海の幸は新鮮そのもの。最高のひとときを堪能しました。溶けました口の中で。舞鶴赤レンガパークは明治や大正に建てられたレンガ倉庫をバックに写真が撮れる人気のスポット。軍事用品などの保管場所として使われていたそうです。伝統や文化、そして人々の穏やかな暮らしが残る京都で素敵な旅を。Potatoes and cheese.
baby don't have to worry。 大変なことですよね。 Don't have to worry。 My baby don't have to worry。 Don't have to worry。 今回は、クラリーノ製のオータムブルースウェード、そしてヒールはシックなダークブルースウェード、されていて、今後もどこにもぜひこちらのプライベートも楽しんでいただけたらなと思います。木村あかねさんでした。また後ほどご登場いただきます。ありがとうございました。I am a driving wheel。 ありがとうございます。 She left me this morning。 Said she'd be back soon。 Left me this morning。 But she said she'd be back soon。皆様今日はお集まりいただきましてありがとうございます。私も、ファミリーマートのファミリーにしていただき、こうしてここに立てていることをとても幸せに思っています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。マスコミの皆様、ここからはフラッシュ撮影はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。それでは木村さん、ここからお話を伺ってまいります。はい、よろしくお願いいたします。木村さんといいますと、先日までのドラマでも開演話題になりましたカメレオン女優という呼び名もあるほど、まあ、その演じられる役柄などにも注目が集まりますが、今回の CM では CM としては初めてスパイの役を演じられたということで、はい、ご感想はいかがでしょうか。女スパイってちょっとこう役者としてはちょっと憧れるかっこいい存在で、でもなかなかそういう役を
ドラマや映画でやれることはないだろうなと思ってたんですけれども、今回こうしてやることができて、しかも前回のコマーシャルがものすごくほのぼのしてたので、まさかこんな展開になるとは思ってなくて、非常にびっくりしながらも、またファミチキ先輩との関係がどうなるのか、ドキドキしながら演じさせていただきました。びっくりしましたね、まさかの展開で、はい。まあ、今回のこのスパイの雰囲気を際立たせていたのは豪華なセットもあるのかなという気がするんですが、このあたりはどうご覧になりましたか？朝もう皆さんがセットに入られてて、私が後から入ったんですけれども、本当にゴッドファーザーの世界で、ちょっと怖いマフィアの人たちが静かにファミチキ先輩と店長がまだ始まってもいないのに小さくなってて、ここに入っていいのかなぐらいのすごい怖い雰囲気で、もうセットもちょっとこう日本じゃない感じで、そこからちょっとドキドキ、小心者ですね、ドキドキしながら入ってたんですけど、でも一挙に役の世界に入ることができて、ちょっとタイムスリップしたようなそんな気がして、すごく面白かったです。CM の雰囲気はファミチキ先輩たちは、では、演技もでしょうけれども、もしかしたらセットにの雰囲気に相まって本当にあんな感じだったのかもしれない。いや、結構そんな感じでした。なんか本当にお二人ともなんかこう小さくなってこう消え入りそうに待ってらっしゃったので、新しい展開が待っていたということで、はい。そしてこの CM では濃厚な泡、あまりの美味しさからこのラテは事件ですというようなキャッチフレーズもありましたけれども、木村さんご自身最近事件ありましたか？そんな大事件はないんですけど、ちょうど今月海外に行った時にランチを食べることになって、ワンプレートランチを頼んでいたんですね。そしたら一緒に行ったコーディネーターの方が、カモのコンフィリゾットゾっていうのを頼んだんですね。普通カモのコンフィがメインにあって、こうリゾットが横に添えてあるんだなと思っていたら、なんかドーンと来たのがリゾットが山盛りに乗ってて、メインのカモのコンフィが乗ってなかったんですよ。それでお店の人にコンフィがないって言ったら、いや中に入ってる、いいからワンちゃんもう一回持ってきてくださいって言ったら、その後カモのコンフィがドーンって乗ってきて、でお店の人はいやでも中に入ってるからって、最後までなんか中にリゾットの中にカモのコンフィが入ってる説を訴え続けて、メインが来ないってどういうランチなんだろうと思って、ちょっと衝撃を受けました。それはもうそのままもう一度言ってみることはなく召し上がったんですか？そう、結局言ったらカモのコンフィが乗っかってきたので、それをまた食べてます。あったことにして、はい。でもなんかリゾット添えなのにリゾットこんな山盛りって結構びっくりしました。添えとはという意見をお話いただきました、はい、ありがとうございます。それでは200億円をかけて導入した新コーヒーマシンのラテの濃厚な泡、ぜひ体感していただきたいと思います。ファミリーマート澤田でございます。わ、社長、はい、自ら店長ですか、はい、もしかして、はい、ありがとうございます。制服姿ですが、いありがとうございます。ちょっと新鮮ですね。僕レジすごい苦手なんですよ。もうあまりに機能が多くてなくせって言ってるんですけど、今日はレジあれっていうことで、はい、ぜひ新鮮、はい、ちょっとレアですね、はい。では、ちょっと不安もあるかもしれませんが、はい、社長不安です。早速信用していただきましょうか、はい、はい、あら、遠くらでも伸ばしてくださいよ。伸ばしてくださいよ。ちょっと、はい、あまり今上がるんで待ってください。上がってください上がってからちょっと来いよ。足元が、ね、見えないみたいです。勘弁してくださいよ。カフェラテのイメージとはちょっと違うんですけれども、鬼越トマホークのお二人、何でしょうか、ご用件は何でしょうか。いや僕らにもちゃんと試飲させてくださいよ、はい、僕らの方が食リポうまいですから絶対に。僕ら CM 出たいからこの格好準備してきました。これはハロウィンじゃないんですか？いや、ハロウィンじゃないです。ハロウィンでこの格好させるどういうことですか？ね、あんま見たことないですよ。
ちょ僕らの方が絶対 CM 向いてるじゃないですか、はい、なるほど、コアモテだし、はい、僕ら、あのファミチキ先輩に次ぐカフェラテ先輩っていうのを狙ってきましたんで、お願いしますよ。それがこのスタイルなわけですね、はい、社長、はい、あの、はい、お願いします。僕らの方が、はいはい、どちら様ですか。僕ら鬼越トマホークって言うんですけど、鬼越トマホークっています、はい、はい、どこにいたんですか。何ですかその格好何なんですか。いやいや、これは俺邪魔邪魔、ね、いやいや、俺らも知らないですけど、来たら用意されてたんですよ、これ。はい、はい、ちょっと切れないでください。いやいや、切れないです、はい、社長顔が切れてますよ、それ。社長、こんなに社長にいじられるって聞いてませんよ、はい、お願いしますよ、社長、はい。What do you tell that young person who says that they want to do serious criticism, they want to do... Anything worth doing is worth doing well. It's not really very hard to... and I, you know, I do really understand. But what professional guidance can you give them knowing they also have to pay rent? I can't give them any professional guidance. My professional guidance to rock critics since before the internet was don't become one. And then, if they say, but I really wanna, mm-hmm. I mean, the don't become one, it's a useful thing to tell people, because the ones who really don't wanna mm-hmm. will fall by the wayside, and the one who do wanna will defy you and get better anyway. Mm-hmm. Or, you know, and I mean, don't become one, of course, I'm being somewhat comic, I wasn't sure. quite that absolute. Mm-hmm. But this is a very hard way to make a living. That's what I would tell people. Mm-hmm. And especially if you want to write well. Mm-hmm. Because the good stuff is getting squeezed out. And we can talk about what that process was at any time, if you like. I mean, it far precedes the internet, but the internet just put wheels on it. Talk about the process. Sure. The early rock critics, I got to do what I did because I got into the field before anybody could tell me I was wrong. Mm-hmm. I had this, I mean, when I say I wanted to write really well, I wanted to write like myself, I wanted to have a lot of ideas. I'm interested in ideas. Mm-hmm. Not an absolute, you know, who knows, I'm some kind of a public intellectual, but I'm not a highbrow. So... You don't consider yourself a highbrow? No. I don't think I have those credentials. I haven't read enough. Mm-hmm. I don't know enough. I have a B.A. Mm-hmm. Everything since then, I'm an autodidact, and I, you know, I read a lot, but I don't read as much as Harold Bloom, let us say. What does he read? 2 books a day? What does he do? Simon Frith. I don't mm-hmm. read as much as Simon Frith. I always carry a book with me, and when I went on a vacation with Simon Frith, I learned that his rule was to always carry 2 books with him in case he finished the other one. anyway, where were we? You're talking about the process. I was talking about how it evolved. Mm-hmm. So I got to do all of this kind of weird stuff, and I got to be very political. You know, I've always been very straightforwardly left-leaning slash leftist mm-hmm. in my criticism. I make moral judgments. I moralize, which you're not supposed to do. I do it. Mm-hmm. And as well as being sometimes very unkind, mm-hmm. Vulgar, mm-hmm. Highbrow in diction. Mm-hmm. I use academic words and I say fuck a lot. Mm-hmm. And at The Voice, I can do both those things. Most places, you can't do either. But can you and your outlets today, can you curse? Not really. I've pushed them a little bit, mm-hmm. and they've given a little bit. Mm-hmm. But I respect. It's a different. It's not The Voice. I understand that. Mm-hmm. I didn't mind not being able to curse in the New York Times when I worked for the New York Times. That didn't bother me. It's mm-hmm. I understand. Mm-hmm. And so Microsoft has a, you know, we had 10 million people come to that portal. So mm-hmm. I understand. Mm-hmm. Every once in a while, though. In context, I can, because I'm blogging. Mm-hmm. I couldn't when it was a feature. Now it's a blog. I have a certain amount of autonomy. And I always did what I believe artists should do.
Why is popular culture good? Is it good because the formulas are good? Well, sometimes the formulas are useful. What happened at the Brill Building was formula, and people did a lot of really good things with it. However, formulas tend to be deadening, and what usually happens in the best art is that somebody pushes the formula in some way, the envelope, as is now the cliche. And I would always, I always kept my eye on people who I felt were working within the form but stretching the form. That seemed to me to be the ideal. Well, I thought that was the ideal for myself as well. Push the formula. Of criticism. Of criticism. Do what you can. Get away with what you can. I do a lot with tone. I mean, I really, I sometimes do indeed assume, affect a vulgar tone just to piss people off. Yes, I do. Sometimes. Sometimes. Or to add, to juxtapose it with something entirely different. That's the sort of thing I'm talking about. I believe things should be a little wacky. I'm in favor of wacky. And most people wouldn't think I was wacky, but I'm wacky. My wife, Carola DeBell, really pushes me in the wacky direction. Willis was much more a clarity person and pushed me in the clarity. But ever since I've been with Carola, which is since 72, she's been, make it funnier. No, 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 no. That's a boring word. Come up with something better.